農薬における殺菌剤とは植物に対する病原性を有する微生物を殺すまたは増殖を抑止するための薬剤を言う。植物病原菌には細菌よりも真菌が多いので英語ではフンジェサイドと総称することが多い。農薬としての殺菌剤の歴史は19世紀後半に始まる。フランスのボルドー地方で ボルドー液が、ブドウのベトヤマイなどに効くことが偶然発見された。同じ頃、石灰溶合剤も多くの病害に効くことが分かった。これらは現在でも使われている。日本では古来特に重大な病害として、稲の胃持病があり、恐れられていたが、1950年には、高知県の農業試験場において、酢酸フェニル睡眠を小石灰で希釈したものが、胃モチ病に対して、 諸行なことが発見された。別の農業試験場においても試験された結果、1953年には農薬として上司され、第二次大戦後の米の大増産に大きく貢献した。またバカ苗病対策には、種もみの殺菌が有効であるため、ホルマリンで消毒する方法などが試みられたが、酢酸フェニル水銀や塩化メトキシエチル水銀が効果的だと分かり使用された。 こうして殺菌剤としての有機水銀剤の使用は広まっていったが、1960年代に水俣病の原因が有機水銀であることが明らかになったため、金属水銀及び水銀含有農薬の危険性が指摘され、使用禁止となった。その後イモチ病には、それに代わりブラストサイジンやカスガマイシンなどの抗生物質が発見、開発され、用いられるようになった。 また1950年代には、ジチオカーバメート系、1960年代には、アゾール系やベンズイミダゾール系など、多くの病害に有効な薬剤が開発された。最近でもこい剤など、新しいものが開発されている。例として、以下のようなものがある。なお、収穫後の果実等に用いる防火微剤もあるが、これらは日本では農薬でなく食品添加物として扱われる。 設備、機器の殺菌、木材など工業製品の防腐に用いる薬剤を殺菌剤という、藻類の発生を防ぐ殺菌剤などを含めることもある。塩素系殺菌剤や木材用防火備剤が用いられる。ありがとうございます。